それでは二次会始めたいと思います。はい、2月の2日に3周年記念ライブをやらせていただいたときに、皆様の質問にお答えすることができなくて本当に申し訳ありませんでした。で、今回は私一人でちょっと時間もあるので、その質問に答えていきたいなと思っています。まずですね、キチャさん、最近2泊3日のキャンプ少ないかように感じますが。そうですね、最近は本当に行ってないです。2泊3日で以前はキャンプをして3本の動画を上げてたんですけど、今は1泊2日で1つのキャンプ場に行って2本の動画を上げるようにしています。なので最近は1個のキャンプ場で3本っていうのはなくなりました。たまにはしごしたりして1泊2日を2つのキャンプ場に行って4本あげることはあります。そういう風に変えて今はやってます。次、はい、まいこさん、いつも美味しそうなご飯参考にしているサイトとかありますか？もしくはあきさんのオリジナルと書いてあるんですが、インスタでお料理見たりとか、あと YouTube でお料理見たりとか、サイトっていうよりはだからインスタでいろんな方のお料理を真似するっていうことが多いかもしれないですね。あと YouTube のお料理系 YouTuber さんの方の見て、まあこれいいなと思ったら真似するっていうような感じです。次、しっぽさん、夏キャンプはルーさんバテないですか？バテます。もうバテバテです。暑いとダメですね。寒いのはまあ洋服着てたり毛布でくるんだり、まあ、カイロ、洋服の上から貼ったり、あとヒーター使ったりって全然いいんですけど、夏の暑いのは本当ダメで、これ結構ね、命の危険にさらされてしまうことが、まあ、あんなに小さいワンコなんで、なので、うちは夏はキャンプには行きません。7月の2週目か3週目ぐらいから、9月の2週目ぐらいまでの分を取りだめします。結構取りだめをするんですね。前もって取りだめしたものを毎週出していくっていう風にしてます。次、チャタくん、お二人の出会いは？これは会社の先輩と後輩です。私が先輩で、旦那さんが後輩です。次、妻ちゃんさん、 DOD のカンガルーテントは二人で寝たら寒くなかったですか？確かに広くはないけど狭いと感じることもないです。ぴったりサイズかもしれない。次、コロコロコロンさん、ママと呼ぶ前はどう呼んでたんですか？ママって呼び始めたのは子供が生まれてからなので、その前は名前で、私はアキ、あと旦那さんは、まあ、本名の名前で呼んでました。次、大輝とママさん、お子さんはもう大きいんですか？家族では行かないんですか？子供は、もう大きいです。長男は家を出てますし、次男ももうそろそろなのかな。なので、とりあえず家族みんなで行くことっていうのはないです。子供の頃はねよく行ってたんですけど。次、まめちゃんママさん、キャンプ場を決める基準は何ですか？大きなことを言うと、まあ、行きたいところ、つまり、なんだ、夜景が綺麗とか、景色が綺麗とか、今の時期だと多分桜があるキャンプ場とかそういう感じになるんですかね。ここのキャンプ場どう？ってなった時に決める基準となると、まあ、旦那さん曰くなんですけど、ウォシュレットがあって、お湯が出て、シャワーとかがあって、まあ、お風呂があったらなおか。それから、ゴミが捨てられて、あ、そう、10時チェックアウトじゃないところ、チェックアウトが11時以降のところですね。10時チェックアウトってなると、うーんってなって、でお湯が出ないと、うーんってなって、ウォシュレットがないとアウト、もういかない。すいません、わがままで。はい、次。加藤きみこさん、プリングルスのオニオンサワーは稲葉さんかあきさんのどちらが好きなんですか？私もプリングルスはキャンプのお供です。二人とも好きですけど、私の方が好きかな。
うん、でも2人とも割と好きです。次、ひろひろさん、家でもアナザースカイしてますかね。しますよ。階段登っていくときにパパが前にいるとやったりとか、まああと無防備な時とかね、やったりとかします。はい、次、ひろきさん、あきさんは助手席で一杯やってたりするんですか。しないです。次、エリチンさん、キャンプ道具の収納って一部屋潰してますか。潰してます。すごい潰してます。あの、長男が使ってた部屋が6畳の部屋で、そこに今キャンプ部屋としてキャンプ道具を収納してるんですけど、まあとにかくいっぱいですね。棚とか作ってもっと綺麗に収納すればいいんでしょうけど、なかなかそれも難しくって、なんとかしなきゃいけないなとは思ってます。次、うりこさん、御朱印集めはどんな感じですか。御朱印集めはまあ地道にコツコツとやってます。キャンプでも旅でも、車中泊の旅でも、行った先でいただけるところでは、まあ一つか二ついただくようにしてます。はい、次、ニコウタちゃんさん。はじめまして。九州旅、宮崎に来ていただきありがとうございました。地元道の駅北浦の月の塩いかがでしたか。あ、月の塩美味しかったです。あの、月の塩は割と柔らかいというか、角がないお塩だなというふうに思っていて、例えばスープとかで味を決めるときに、もう一塩っていうときに入れても割とぼやけちゃうんだなと思って、だからそういうので使うより、かけたりつけたり、天ぷらにつけたりとか、あとなんだろう、いろんなものにかけたりして使った方が美味しいんじゃないかなって思っていて、うちのあの長男が割と自炊をするので、長男のお土産で渡したんですけど、美味しかったよって言ってました。ただやっぱりかけた方が美味しいねと同じような感じで言ってたので、あ、やっぱりそういう風に思うんだなって思います。はい、で、もう一方、トウララさん、トウララさん、今日誕生日車中泊なんです。2月の2日ですかね。おめでとうございます。遅くなってごめんなさい。いいですね、お誕生日に車中泊。次、ロンちゃんさん、パパさんオフ会しましょう。そうですね、オフ会は今考えてます。今何箇所か候補地を決めて、候補地、そうですね、キャンプ場を決めて、キャンプ場さんの金額の提示待ち、一応貸し切らなきゃいけないので、貸し切るお金がかかるので、その提示待ちをしてます。今年はもうするって決めてるので、秋ぐらいかなっていうふうに思ってます。待っててください。ということで、これからも皆さんに少しずつでもいただいた質問にお答えしていけたらなと思っています。それでは、質問にお答えするのコーナーでした。ありがとうございました。現在時刻22時34分です。とりあえず明日の朝も早く起きて、行動開始しようと思うので、本日はそろそろ寝ようと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。7時10分です。中の気温は 7.7 度です。結構いる馬が
はい、本日なんですが、朝6時からやってる美味しいお店があるので、何を食べるかはここまで行ってからお教えします。とりあえず身支度を整えて行きたいなと思います。なんか昨日シワ改善クリームを塗って寝たんですけど、割とシワシワにはなってない。さすが高い、お高いクリームは違いますね。変身完了。次は着替えて運転モードに切り替えたいと思います。はい、ゴミは持って帰ります。はい、準備が整いました。さあ、それでは現在の時刻8時41分です。昨日空の駅ふわり芝山で買った東寺さんの手の秘密というハンドクリームを塗ってから出発したいと思います。ご利用ありがとうございました。停車券を矢印の方向に入れてください。さあ、次は朝ごはん会場に向かいたいと思います。14キロ21分、安全運転でゴーゴー。おー、大きい NCA 日本カーゴ、あ、貨物機か、日本カーゴ。もうね、飛行機だらけ、成田空港の周り、すごいね。あそこの空の空の湯さんはやっぱり朝見たら、そうだな、5、6台いたかな、車中泊してる車が5、6台いました。ありました、カレマツさん。え、やってない、なんで。え、だって今日休みじゃないよね。調べてきたよ。なんで？マジか。見てきます。実は成田市場にあります食堂金松さんというところで、お刺身定食とかすごく美味しいものが食べられるということで、私調べてきて、お休みの日も避けてきたんですが、やってません。朝6時からっていうのは、市場があった時のことなのかな。もう成田市場っていう、あの、市場はなくなっちゃったらしいんですけど、ショックなんですが、今9時12分だよ。10時ぐらいだったら待てるんだけど、市場が、あ、10時から？市場が休業の時は営業時間10時からって書いてある。待つ？10時で本当にやる？はい、金松さんオープンしました。10時オープンでしたね。今日の日替わりはこちら、串カツ、刺身、他一品付きで900円、安っ。美味しそう、どうしようかな、あ、悩む、すごい悩む。到着、美味しそう。あ、いただきます。私しかいないので、多分出すのがちょっと、うまい、うん、
揚げ物はフライでも醤油派で、あ、ぐたく、ごちそうさまです。食堂金松さん、今日食べたのは生本マグロの中落ち丼、おすすめのメニューですね。結構お丼が大きいのでいっぱい入っててお腹いっぱいになりました。はい、食堂金松さんでした。さあ、これから私は成田山新勝寺に向かいます。成田山新勝寺門前町にやってまいりました。駐車場はここに止めました。続々と車が入ってきますね。こちらなんですが、だいたい料金変わらないんですけど、普通車と軽自動車は800円、自動二輪が300円、終日になってます。お支払いは前払いです。久しぶりに来ました。今日あったかい。私セーターの格好で上着てないです。なんか暑そうなんですけど持ってた方がいいかな。高そうなんだよね。まず寄り道羊羹ですね。米屋の羊羹が売ってるって。赤すもんも海外の方結構いますね。話してる言葉が日本語じゃない。成田といえばうなぎです。うな重が3400円。うわ、すごっ。うなぎを食べない人でよかったかも食べないんですよ、私食べれないんですよ。白焼きならなんとか食べれるんですけど、基本普通のうなぎは無理です。蒲焼きは無理。現在の時刻10時55分。車がどんどん入ってくる。ここすごいいっぱいいる。うなぎ屋さん、すごい。うなぎ、おお、うなぎ屋さんに並んでいる。このお店目の前でこうやって店頭でさばいてお客さんに出してるんですね。この道はずっと上り坂になっていて、JR の成田駅に続いています。抹茶スイーツどころ、あー美味しそう。お腹いっぱいじゃなかったらな。この辺はうなぎ屋さんがたくさんあるんですよ。ここも有名だよね、川渡りさん。うなぎの川渡りさんです。おー、特上うなぎが、特徴うな重6500円、5600円、全然違う。特上うな重が5600円、うな重、上うな重が3900円。すごいな。普通のうな重が2900円。並んどる、やいとる。阪急道場、弓道ですね。憧れの弓道です。私は弓道をやりたくて弓道部のある学校に、高校に行きたかったんですけど頭が足りませんでした。おせんべいだ、すごいすごい。おせんべい美味しそう醤油100円、ネギ味噌200円、みたらし150円。みたらし美味しそうだね。そうね、この通りこんなにお店いっぱいあるんですが、その成田祇園祭りの時はここに出店が出ます。まあとにかくすごいいっぱいいるんですけど、お酒もいっぱい売ってるので、私は姉と2人でこの通りを練り飲み歩くという、はい、ずっと歩いていって下に着くことにはベロベロです。だいぶ歩いてまいりました。私のお目当てはこちら、福佐野駅でございます。福佐野駅とは千葉県内にある、千葉県のアンテナショップ、道の駅ではなく福佐野駅と言います。
ちょっと見てるところを撮ってもいいでしょうか、店内。ちょっと確認してきます。はい、あ、こんにちは。こんにちは。店内を見てるところを撮影しても大丈夫ですか。お客様は撮らないようにしますので。それ、はい、であれば、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、そんな、いきさん、こちら撮影許可が下りたので、店内に行ってみたいと思います。食べるスペースもあるんですよ、イートインスペース。いろんなものも食べれる。うわ、ローストビーフ寿司、美味しそう。店内入って、手前が、お土産とかのコーナーですね。こちら、佐山駅なので、千葉県のものを基本置いてあります。千葉県といえば、マックスコーヒー、ご存知でしょうか。すごい甘いコーヒーなんですけど、それを使ったお菓子ですね。お豆が入ってる、コーヒー豆の、これなんだ、あ、ピーナッツクリーミーバターだって。はい、千葉で愛されているコーヒー味、あれとね、マックスコーヒーは甘いんです。若い頃飲んでましたね。今はちょっと甘くて飲めないんですけど、うん、そして千葉といえばピーナッツ、ピーナッツをこういろんなピーナッツを使った商品がいっぱい並んでます。ね、マックスコーヒー美味しいですよね。あ、メシいただいた。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。お預かりします。はい、あとはおうどんであったりとか、あ、そばもありますね。あとね、お漬物も結構いろいろ千葉は多いので、お漬物ですね。白瓜のペスト漬けとか。この前、あの九州の友達のところに千葉のものをちょっと持ってったんですけど、その中に入ってた、入れていた甘酒美人でございます。甘酒って女性の体にすごくいいって言うんですけど、この甘酒すごく美味しいんです。砂糖使ってないのに甘くて美味しいの。ここのお店何がいいって、こういう風に一つのなんていうの、売れ筋商品がいっぱい入って、これイワシ、これ美味しいんだよ。ピリ辛イワシ、売れ筋商品がこう袋に入って、これセットでいくらっていう風にしてくれていて、もう散々悩んだ挙句にこれプラス他のものを入れて持っていきました。お菓子のコーナーですね。おもたせ用の、お土産用のお菓子とかたくさんあるんですけど、あとはこの海のもの、ご当地ギフト、これとこれとこれが入ってていくらですよっていうのがあって、悩まなくて済む商品がたくさんありますよ。セットがいっぱい。こちらは漬物のコーナーですね。調味料もあるんですよ。すごい美味しそうなのがたくさん。下佐醤油がありますね。下佐醤油も有名なんですよ、こちらでは。あ、それからこっちがなんていうの、乾物なんですけど、これとか富士見とトロロスープ、アサリ入りのトロロス、これガゴメ昆布っていうのがトロトロになる成分が入ってるらしくて、コップに入れてお湯を入れるだけでとても美味しいスープが出来上がります。あとこれね、これはもう鉄板、マジックひじき。これこのままご飯に入れて炊いたり、混ぜ、炊き上がったご飯に混ぜたりして美味しいです。見て見て、これこの先の浜焼き、こんなちっちゃいのがいっぱいあって、好きなものを入れて、あ、これね、あ、なるほど、このカップに入れて蓋が閉まれば OK、 カップ1000円詰め放題だって。こういう風にすればいいんだね。いっぱい入りそうだよね。イワシの、これは缶詰だけど、袋に入ったピリ辛イワシとか本当美味しくて、青のりの、何これ、ペースト、あ、すごいいいかも。これいいね、500円。これどうやって食べればいい、ご飯にぴったり乗せて食べるんだ。これさ、お味噌汁に入れてもいい。これはこれで美味しいよね。ぶっかけのり飯、これご飯の上にかけるだけで美味しいっていうね。あとこっちがお豆なんですけど、ピーナッツ、いろんな味のピーナッツがこうありまして、好きなだけ詰め放題できます。こういうね、小さいカップから大きなカップまで500円、1000円と
もちろん小梱包っていうかね、この食べきりサイズで入ってるのもあります。で、私がここに来た理由なんですが、あった、どうしよう、食べようかな、食べるのちょっと無理なんだけどな、持ち帰りできるかな、すいません、あのモンブラン団子って持ち帰りたい、できますよ、あ、できますか、やりますよ、ぜひぜひ、超うまいですよ、モンブラン団子のお持ち帰りテイクアウトありがとうございます、はい、お時間5本ほどいただきますか、大丈夫です、ありがとうございます、2本セットでお茶ついておりませんのでご了承ください、はい、702円です、はい、あ、富田、これは松戸にあるラーメン屋さんのラーメンですね、富田結構有名なんですよ、あとはね、今から御宿伊勢海老ラーメン、すごいな、ここもあるんだね、 あとこれね、よく私もお土産とかあの送るときに入れるんですけど、勝浦担々麺のカップラーメン美味しい、美味しいかな、分かんないな、持ってきました、はい、おしぼりを一つでよろしいですか、はい、こちらでございます、ありがとうございます、どうもありがとうございます、どうも、またお待ちしております、よろしくお伝えください、ありがとうございます、ということで、こちらモンブラン団子買いました、モンブラン団子わかります、皆さん美味しそうなんだよ、ほら、お団子に見えないだからお団子なんですけど、お団子にモンブランのあの美味しいのがかかってるんですよ、後で食べたいと思います、さあ行きましょう、あ、すごい大きいみょうが、立派だね、このみょうが、優しい店長さんでした、よかったこの先はもう駅の方なので戻っていこうかな、はい、それでは成田山新勝寺入っていきたいと思います、よいしょ、そうだ、持ってね、はい、お貸しする場所はどこかな、はい、開いてたってことか、ここですね、はい、はい、山まで埋めますからお近くにいてください、はい成田山新勝寺本尊不動明王という御朱印です、ありがとうございます、さて、いただいたのでお参りしてくると思います、はい、お疲れ様でした、以上ね、今回の車中泊動画は終了になります、感想はお腹がいっぱいになるぐらい飛行機が見られました、とっても間近で見る飛行機は迫力があってダイナミックでとても素敵でした、今回の車中泊動画はこれで終わりたいと思います、それではまた次の動画でお会いしましょう、さようなら。